三田市議会の定例本会議は今日から一般質問が始まり、田村市長は市民病院の再編統合計画について来月から市民と意見交換する場を設ける方針を示しました。先月24日に開会した三田市議会の定例本会議は今日から一般質問が始まりました。田村克也市長は7月の三田市長選で三田市民病院と神戸市北区にある済生会兵庫県病院の再編統合計画について白紙撤回を掲げて初当選し、就任後の所信表明では市民の声を聞き最善の方法を検討するなどと述べて具体的な方針を示しませんでした。一般質問では市議18人のうち11人が市民病院の再編統合計画に関連して質問する予定で、今日は最終判断の時期などについて議員から問われると、田村市長は来月と再来月に市民と対話する機会を10回ほど設けると答弁しました。各関係機関への影響を考えますと、時間的には猶予は余白もないと、地域医療市民会議を10月に開催すべく、今月中には市民の皆様にご案内させていただきたいと考えております。私自身が参加し、市民の皆様と直接意見を交わしたいと考えております。また再編統合をしない場合、十分な医療体制を市民に提供できないことを認識しているのではないかとの質問に対しては、再編統合が必要という考えが市長の中にはあるんじゃないか、またその相手先は再生化しかないんじゃないか、その元に基づいてこれから進めていかれようとしているのではないか、その一点だけお伺いしたいと思います。みんな皆様に約束として公約として情報責任を私自ら発信する、市民の声をしっかり聞く、納得感を得る、このステップを踏んでから、そのコメントに対しては、ご質問に対しては答えさせていただきたいと思います。はい、以上です。一般質問はあさってまで行われる予定です。